よし、皆さん、ザ・グッズ・ザ・ナイトです。今日は、またカワンのレビューですけど、海兵隊の時は、ILBE の、アソルトパックがあったので、このちょっと小さいの、使いづらいの、誰でも好きじゃなかったのをカバンにやったので、本当に入れるものがちょっと小さいから、すごく入りづらいと、使いづらいと、誰でも好きじゃなかったので、新しいのフィルビー、その USMC ロックの新しい用のカバン、僕の2013年より新しいのやつが普通のアソルトパックのご注文したのに、本当に全然違います。使ったのやつより、それですごく、面白いから、ちょっとレビューの夜の方がいいと思います。このパック、この感じです。前のパックよりやっぱりちょっと大きいとすごく使いやすいですね。すぐには見るとストラップは2つがあった。昔のパックはこれは4つ、ちゃんと使いやすい。4つあったかな。2013年はちょっと昔々の話ですよ。それでこのパックはやっぱり、この使いやすいの4つがあるのに、コンプレッションストラップ、それと、シンメトリー、日本語でわからないの。左と右はちょっと違いますよね。この後ろから右の方はこのモリーのパルズばかりのやつですね。超便利のことですけど、この方はモリーがちょっと少ない。一つずつと、このジッパーはちょっと長くめに、この方でいっぱい開けるとこの方から入れるが安いですね。じゃあ最初はスモークグレネードパウチに入れた、これはラクロイの炭酸水が入れやすいのを2つ持っていくのがやっぱり素晴らしいですね。こっちのマジックテープは名前のタグに入れるのためですよ。アソルトパウチがまだ持ってないから、後でご注文するのは、それはこっちの方は、とかカッパとかいろいろすぐに使いやすいのパウチですね。こちらの方で開けたら、ちょっと大きいパウチと後ろはメッシュの袋も入っています。この袋は、使いやすい、小さいものは落とさないと見つけやすいのためですよね。ジッパーもちょっと特別用に、この黒はもっとジェネレーション1みたいな感じですけど、これは水鎧みたいな感じ、ちょっと守ると、海兵隊はよく海に遊ぶですから、水守るの方がちょっと大切ですね。おちょ、この方でこれ開けたら、後ろにはこのコンプレッション袋があるのに、それは無線機とか、特別のものに入れやすいですね。こっちのジッパーの後ろの方で、なんとか硬いのパネル、シェイプを守るのためですよ。またこの方反対にはまた一つの上だけのメッシュ袋に入っています。中にはボロボロ今使ってないのさばきのもの入っていますよね。確かに大きい。前のカバンより全然違います。中には大きいと。この後ろにもはこうすごく太ってるのパディングが入っています。これで使えるの時すごくいい感じとか、背中の骨も守るですね。この感じで、それは横と横。スラップにはすごくパディングが入っています。前のカバンがやっぱりこれがなんとかラクシュリーみたいの全然違いますよね。ベルトもこの中には入れたんですけど、あまり使えないはずかもしれないですけど、中には入れたと、あまり使えない。この D リングとループタイプのデザインは、ソックのサンパイプカリフォルニアのカバンはこのスタイルでしょうね。でもこのループじゃなくて、このなんとかクリップみたいな感じがあるので、ちょっと違います。と下の方にもこのストラップ2つ、モリもあるのに、
何かここには入れたいなればここにもできますよね。キャリーハンドの隣、いろいろな無線機の用とか水袋に用とか、すごく便利のデザインですよね。とこれが使えないの時、クリップにとって中に入れて、これは後ろに入れてと、それでメインパックの上に乗せるのが使いやすいですね。じゃあ中に入れると、確かに超いい感じですよね。これとかチェストクリップとかそのままで使いやすい、いい感じ。これがまたマジックテープが、中古からちょっとその方がマジックテープないから自分のを入れないといけないですよね。もうこんな感じです。チュカー、もうフラッシュパンパッチ多い。この感じがあまり必要ないけど、まあいっぱいあるからここに入れないとちょっとなくなるかもしれない。はあ、でもすごくいい感じですよね。前には海兵隊のそのままでもらうのギアが嫌いの人がよく多い。でもこの最近のやつは上位感じと前のは全然違うから、実は今回は自分で買ったのものよりこれが素晴らしいの感じですよね。超いいデザインとか、ここにもストラップの、昔のスタイルのストラップにもあるし、何か入れたいものとか飲み物のホースとか、それと無線機のクリップとピークにできるの感じです。すごくいいデザインと思います。本当にびっくりした。だいたいそれだけかな。まあ今持ってるのかも。前のは緑の友達のライカさんからもらったのやつより、これがやっぱりいいな。そのデザインはちょっと古いからやっぱり全然違いますよね。若干はだいたい話の方法でこれだけですね。本当に面白いやつです。あ、ここにも情報に書いてます。じゃあレビューはとりあえずそのままで、カバンのレビューが話のことがそんなに多くないから、本当に素晴らしい。本当にびっくりして。じゃあ皆さん、なんとか質問があれば答えできるかもしれないですけど、確かに面白いのやつからレビューしたいになったのに、じゃあもうとりあえずそのままで、じゃあ皆さん質問あればコメントにお願いします。そのままでおしまいです。じゃあ皆さんお疲れ様です。